ゆうとび、本日の動画はこちらございます。 CP プラス直前、今気になる新製品カメラレンズまとめてみたー。ということで早速まとめていきましょう。はい、ということで本日もミルクさんがここで寝てる状態で話していきたいと思うんですけども、今回はですね、皆さん最近出てきたカメラレンズ新製品たちのまとめをねやっていきたいなと思います。2月の23日からね CP プラスって言って、もう日本でねもう最大規模のカメラ写真動画のねあの祭典がございます。今年はねもう3年ぶりぐらいに現地でねこう開催するということで、各社さんねそのイベントに合わせて新しい製品をねどんどんあの発表してきておりますと。ただもうほんまねいろいろ出てきすぎてて、で商品ごとによってね動画とか記事とかがまとめてあったりするので、今回の動画では最近出てきてねゆうとびなりにもちょっと気になってる製品たちをこの動画一本にねまとめていきたいなと思います。まあ、結構種類あるんでね、ほんまにもうサク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 いきます。一応ニコン、キャノン、ソニー、パナソニック、富士フイルムぐらいをね話そうと思っておりますので、ぜひねこの動画参考にしていただきながら、ゆうとびなりの意見もちょっと一つ一つね話していこうと思っておりますので、ぜひこの1年に1回この2月にね盛り上がるカメラ盛り上がる時期、皆さんでね一緒に楽しんでいきましょう。はい、ということでまずキャノンの話をしたいんですけども、ちょっとキャノンは一回置いときましょう。長くなりそうなんで置いときまして、ニコンから話しましょう。ニコン、ニコンついこの間出たねあの ZFC のブラックと 85mmF1.2 のレンズ、そんであの 26mmF1.2.8 のパンケーキレンズ、この3つがねまあ一番ここ最近ではバッと出てきた感じですね。 CP プラスニコン、これで乗り切るのかとなんかあの世界中でなんか噂になっておりますが、まあ 85mm の F1.2 がね多分めちゃくちゃ良すぎると思うんで、そのレンズとまあ 600mm のねこの前出たやつかな、ファラオさんとかマツチャンネルさんとかが買ってるやつ、あの辺がやっぱなんかこう一番顔になるのではないかなと思いますね。でじゃあその85mmF1.2 のレンズ、この前の言うと今のニコンプラザ大阪に行って触らせていただきまして、正直めちゃくちゃ良かった、めっちゃいいと思う。さすがねもうほんま力入れてきてるなっていう感じでしたね。オートフォーカスもめっちゃ早いし、 F1.2 のね超極薄なねピント面でもこうスススッとねあっておりました。あのレンズがね Z9 でね楽しめたらそりゃおもろいやろなって感じですね。まあ大きさはね大きさはほんまにこうやばかったけども、 F1.2 なんでまああれぐらいに大きくなっても仕方ないんじゃないかなと思います。で価格がね価格も最安値、ね、364,320円、これ一見なんかめっちゃ高いかなって一瞬思ったんですけども、いざこう自分が本気で買おうと思って見た時にあれ意外と安いんじゃねと思ってしまった。で例えばさ、まあ、比べるところで言ったらあのキャノンの RF85mmF1.2、 あのレンズもね2019年に結構前に出たレンズやけども36万ぐらいするんですね。でそれとほぼ同じ値段でねこう新製品で、ほんまにもうほんまに最近出た新製品でその値段で今のこのさなんか値上げラッシュの時に出してくれてるっていうのは、やっぱニコンはねほんまいつでもねあの消費者の味方やなって思いましたね。あの D750 を買った時もね同じスペックで他のメーカーと比べた時にやっぱ圧倒的にコスパが良かった。あの時からニコンの金銭感覚が狂ってない。これはねほんまにね素晴らしいことだなと思います。ニコンさんはほんまに素晴らしい、その辺は。でただねあの 26mmF1.2.8 は高くないと思ったんやけど、どう？あのパンケーキレンズでねめっちゃ薄型で、まあ、ZFC とか Z30 とかにねつけたらもうすごいコンパクトに使えますよみたいなやつ、あれがねまあ65,000円ぐらい、価格も最安で65,000円ぐらいなんで、まあまあしたらびっくりしたわ。行っても40,000円ぐらいで買えるんちゃうかなとかね勝手に思ってたんですが、65,000円ちょっと気づいてっていうね感じやな。多分まあそう同じね気持ちの方も多いんじゃないでしょうか。ほんで最後にニコンの ZFC のブラック、まあ ZFC に関してはねもうずっと前から出てて、スペックとかもね全く一緒なんであんまりまあ語ることはございませんが、まあ、見た目はねあの実際見に行った感じもね可愛くて若干高級感があって良かったなと思います。まあぜひね CP プラス行かれる方はね散財にはねほんまに注意してね触りに行ってみてください。ということでニコン終了。次ちょっと肩が凝ってきたぞミルク。はい、でもこれ次なんですけども、次はねまあ一旦ソニーだけ喋っておきましょう。その後キャノンさんに喋りましょう。ソニーも最近なんかそんなめちゃくちゃ発表してませんよね多分。まあ目玉商品といったらやっぱ α7R5 と 20-70mm のあのレンズ、ほんまにねもうソニーさんはね需要を本当に分かってらっしゃいますよ。ほんまにもうほんま出る商品からひしひしとねこのなんか僕たちのことを考えてくれてるんやっていうのがね伝わってくるので、それはやっぱね
ねソニーをね買おうとする人もかソニーにしたいなっていう人もね多くなってきますよね。これ α7R5 に関してはほんまにモニターバリアングルもできるし、バリアングルにせんとね中途っぽくも使えるしとか、あと特にオートフォーカスがほんまに良かった。野鳥撮った時とかもね、言うと今 α1 も持ってるんですけども、なんかもはや α1 よりめっちゃオートフォーカス、瞳 F とか野鳥の瞳 F とか人物の瞳 F とか効くんちゃうかってぐらいめっちゃ良かった。あのオートフォーカスで6100万画素でかつ純正のあの高ハイスペックなレンズを使えたら、ほんまにね写真のクオリティ、動画のクオリティはね上がるなと思いましたね。あれはほんまに素晴らしいと思う。ぜひ皆さんで、ね、触りに行ってほしい。そしてこの 20-70mm F4 のねこのズームレンズ、ほんまにこれもね需要わかってる。最近ねこうやってなんか Vlog 撮ったりとか動画もやっぱ撮る人って多いんですね。で動画 Vlog とか撮ろうとしたらやっぱ 24mm スタートやったらちょっとね近すぎるんですよね顔が。やっぱ 20mm もうほんま許せて 20mm できればこう言うとみもいつも 15mm で撮ってるんですが、超広角域がいいんですよ。超広角域でただね超広角レンズを買わないとダメやったところ、今まではそうやって超広角レンズを買わないとダメやったところ、標準ズームレンズで広角域までねカバーしてるっていうものを出してくれたんですね。これほんまね絶妙ですよね。またほんまいいレンズやと思うわ。ただまあこのレンズね購入検討されてる方で多分手ブレ補正、レンズ内手ブレ補正がなしやと思うんで、そこに関してはねこう自分の撮影スタイルで許容できるかどうかね実際こう試してみてね検討してみてください。ちょっとここに関しては YouTube の実際に触ってみたのでこうですって言いたいんですが、触ったことがないので、まあなんか歩いてね Vlog する方とかやったら手ブレ補正がねなくていけるかどうかっていうのをね実際にこう見てみてほしいなと思います。ゆうとび、ということでもうちょっともうキャノンの話しましょう。キャノンの新製品の話します。ということで次、はい、ということで次なんですけども、キャノンです。キャノン、ゆうとびのほんまにね愛してやまないキャノン、メインで使ってるやつですよ。完全メイン、動画も写真も風景写真とかもやっぱメインのカメラなんですかって今聞かれたら一応キャノンって答えるかなってぐらいね、ゆうとびの中ではメイン機になってます。でそんなキャノンさんからはね EOS R6 Mark II と EOS R8、 ほんで EOS R50 50 なんていう50っていうのがね出てきまして、まあちょっとほんまにねいろんな思いが皆さんにもあるかと思いますが、ゆうとびなりのね気持ちも喋っていきたいなと思います。まず EOS R6 の Mark II、 これはねいいと思う。これはほんまにねいいと思います。まあ実際ゆうとびもねこの EOS R5 使ってまして、この R5 R6 のね系列は良かったと思う。でそんな EOS R6 の Mark II ということで、まあなんか連写のスピードが40コマバラバラバラって撮れたりとか、オートフォーカスのね対象、認識対象とかもなんか馬とか飛行機とかそんなんが追加されたりしましたと。あと動画のね記録6時間とかも6時間ぐらいまでもまあほぼ無限に撮れますよみたいな進化を遂げましたと。まあこれに関してはねやっぱまあめちゃくちゃほんまもうこんな変わったってぐらいに変わってるかって言われたらそんなことはないと思いますが、まあでもこれからなんかキャノンでさこういうハイスペックなカメラでねデビューしたいなって思う方に関してはやっぱ R6 Mark1 よりも Mark2 選んだ方がいいかなと思いますね。まあ R6 からね乗り換える人も結構まあまあ多いちゃうかなと思います。最近ねこの EOS R5 でさミルクさん撮ろうとした時もやっぱなんか若干ねピントがまだこれでもね迷ったりするんですが、これがねやっぱソニーの α1 で撮ろうとしたらほんまずっと完璧に追いかけてくれるんで、なんだかんだねやっぱこの EOS R5 も早くさ2出てきてさオートフォーカスの性能がね上がってほしいなって思ってます。 R6 値段もまあ33万円でまあまあ高いけども、まあ今の時代まだこれは妥当なんちゃうかなって感じですね。ほんでここまで良かったんですよ。ここまで良かったんですが、最近ね EOS R8 とね R50 というのが出てきまして、 R8 に関してまず行きましょう。 R8 どうなんやと、ほんまこれどうなんでしょうか、ほんま皆さん。まあいいところはね連写が早いっていうのはいいと思います。40コマ撮れるというのはまあまあいいと思うんですが、このさ連写40コマ撮りたい人さこれ選ぶかなっていう、そこまでなんかガチで撮ろうとしているような知識の人がこれを選ぶのかどうなんでしょうか。気になる点がですね、まずまあ電池がやっぱ小さいね、電池持ちもまあよろしくなさそうやし、ほんでまあもうこれ多分 RP とほぼ一緒じゃないですか。 RP とほぼ一緒で、後ろのさなんかマルチ何このコントローラーあれもついてなかったりとか、シングルカードスロットやったりとかで、極みつきはねこれなんとねボディ内手ブレ補正がついてないんですね。これ何かとちょっと足りないなと思うこの機種がですね20
24万円ぐらいで出てるんですね。多分この EOS R8 の前のモデルっていう位置づけの RP に関しては今117,900円、ほぼ倍です。ほぼ倍、綺麗にね、もうびっくりするぐらい倍の値段ですね。これもはやこれは不思議なぐらいね、ほんまにもうほぼ倍の値段なんですね。初心者さん向けにねこのカメラを出されたと思うんで、それやったらねこれはちょっと高いんじゃねえと思いましたね。ユートピは、あんまり言いたくないねんけどさ、キャノンはほんま好きやね、キャノンはほんまに好きやし、もうほんまに愛用してるのでこうあえて言いますが、まあなんか初心者の方でこう初めてさ、なんかわからないままさ買おうと思ってさ、キャノンのこれがいいですよみたいに勧められて買っちゃうっていうのがかわいそうだと思ってしまいましたっていう感じの機種ですね。これはだこれ買うんやったらやっぱ絶対 R6 系列行った方がいいし、 R6 の Mark1、 初代の R6 でもさ同じぐらいの値段なんで、やったら R6 買った方がいいんちゃうっていう感じ。ボディナイトブレ補正も続いてるし、ダブルカードスロットやし、電池もでかいから電池持ちもするし、これはねなんかまあそう思っちゃったな。ほんで R50 に関してもさ、これどうなん、 R10 もあるし、まあ、安いですよ、10万円切ってるっていうからさ、なんかこう見た目も小さくてこうなんか買ってしまいがちなね位置づけになってるような気はしますが、これも手ブレ補正がついてない初心者の方はやっぱ手ブレ補正がついといてあげてほしい。まあほんまにね、ユートビーなかなかあのほんまにあのカメラについてなんかあんまり良くないコメントって今までほんまにしてこなかったんですが、その理由もほんまにいいと思ってるからいいと思ってね、あのいろんな情報を皆さんにお伝えしてきたんですが、ここに関してはねやっぱなんかユートビーキャノンのイメージも強いからなんか黙っとくのもおかしいなと思って、まあほんま初心者の皆さんのねまだあんまり知識もがない方のためには言わないとダメなんじゃないかなと思いますよ。なんかねこんなこと言ってしまいまして、ね、申し訳ないほんまに。まあね、うん、 R6 Mark II とか R6 R5 はほんま良かった良かったし、 R3 とかも良かったと思うんで、やっぱキャノンに行くならなんかそこぐらいのねものをね見てほしいなって思いましたね。でそんな中ですよ、ほんまにね、まあ、ダークホースと言っても過言ではないのではないでしょうか、あのルミックスパナソニックからねめちゃくちゃいいコスパのいいねあのフルサイズミラーレスが出たので、次はねそちらの話をしていきたいなと思います。ということで次、はい、ということで次なんですけども、ルミックス S5-2 やったかな、多分もうなんかもう名前が先かもうごちゃごちゃになってきた、アルファベットが多すぎね。これがですね、いいと思う、これはねいいと思う、コスパはいいと思います。価格が247,000円ぐらい、ほんでフルサイズで連写も30個もいけて、ダブルカードスロットでまあ撮影時間、電池持ちもまあある程度いいし、ボディ内手ブレ補正もしっかりついてる、これが24万いくら。さっきの EOS R8 はね、ボディ内手ブレ補正ないとかシングルカードスロットとかね、そんなんで同じぐらいの金額です。あとそうや、 EOS R8 さ、このさマイク挿すとこもさ、 EOS RP とかさ、 EOS R の時と同じ場所でさ、マイクを刺したらね、このバリアングルがね干渉して回らないっていうね、あそこにねマイクの刺すはなんかあったりするんですよ。その辺はさすがにアップデートして出してよっていうぐらいね、ほんまもうほぼそれ RP やん、じゃあ RP 買いますよみたいなね感じで思ってしまうような、まちょっとまたキャノンの話してもうたけども、キャノンは一旦置いといて、もう話しません、置いといて、このルミックスの方はね、ほんま値段に対してのこの性能とかスペックは納得できると思います。これはフルサイズのね、ほんままあ標準的なスペックのコスパのいいカメラ、 EOS R6 とかソニーの α7-4 とかとね十分戦えるし、価格面で見てもねほんまにいい魅力的な製品だと思うので、これはねほんまにぜひもう前向きにね、いろんなお店、マシビプラスとかに触りに行ってみてほしいです。レンズの種類がどうなの、あでもそうか、Lマウントやな、Lマウントやからシグマ使えるのかな、使えますよね、シグマのレンズ使える時点でほんまにもうレンズの種類もその時点でめっちゃあると思うんで、そうかシグマ使えるんか、それででかいな、めっちゃでかいやん、これは買いですね皆さん、買っていきましょう、これは全然いっちゃっていいんちゃうかなと思いますね。ええやんか、買いましょうこれ皆さん、散財してみてください皆さん。ということで、ミルクさん急に出てきたね、可愛いね、どうしたの、買いたいんか、ミルクも言ってるんでね皆さん買っていきましょう。ということで次、
ところ次なんですけども、最後はね、あの富士フイルムですね。富士フイルム、富士フイルムもまあ最近といえば最近か、 XT5 と XH2 と XH2S かな、その3機種がね、まあまあまだ最近出てきて、多分 CP プラスもね結構されると思います。XH2 と H2S はね、あのめっちゃあのユートビーにも合うかなと思って、結構ね皆さんにも合う人多いんちゃうかな。動画も写真も強くてバリアングルで、ほんでこの2機種の違いは、まあ、画素数とスピードかな。 XH2 の S ついてないやつは4000万画素以上あって、で連写がそれでも20コマ撮れます。20コマ。で XH2S の S がついてる方は2616万画素やったと思います。2616万画素、ちょっと画素数低いけども連写が40コマなんて撮れます。ちょっと画素数低い言うても全然あのこの4020万画素と比べたら低いだけであって全然十分な画素数です。だからまあこの2機種に関してはね、高画素がいいのか連写のスピードがいいのかみたいなところで選んでいただけるかなと思いますね。ほんでほんで XT5、 これに関してはなんか動画よりもほんま写真機メインかなっていうイメージですね。ほんであのさっきの XH2 の S ついてない方ともね結構似てますね。4020万画素の高画素で連写20コマ撮れると。でまあ一番なんかこう見た感じで違うのがやっぱバリアングルじゃない、こう自撮りとかできない Vlog とかには向いてないと。ほんでカル 476g、 さっきの XH2 シリーズは 579g だったんで、まあ 100g はねちょっと軽いって感じですね。もう写真をほんまにねじっくり撮りたいんだっていう方はねこの XT5 に行くべきだと思いますし、なんかこう動画も写真もこうなんかサクサクってパワーっと撮りたいなっていう方は XH2 シリーズをね選んでいただけるといいのかなと思いますね。この富士フイルムに関してもね、ほんまにまあコスパもいいと思うので、ぜひねあの選択肢の中にね、有力な選択肢の中に ね入ると思うので、 CP プラスでね触りに行ってみてください。ということで、もう喋ることないので終わりまーす。ところで終わろうとしたんですが、シグマのこと忘れておりました。シグマからもさ、いいレンズ出てたわ。あの 60-600mm とね 50mm f1.4 のレンズ、あの2本言うとまあレビューで使わせていただいて、レビュー内ではねやっぱもちろんねあの褒めてたんですが、これあの全然案件でも何でもないこの動画で言わせていただきます。めっちゃいいレンズやと思う。あれはねいいレンズ、絶対にいいレンズというか、まあ案件でもねなんかここは良くないなっていうのがあったらもちろん言うんですけども、あえてここで言うからこそ伝わるかなという部分もあるのでね言いますが、めっちゃいいと思う。オートフォーカスが速くて手ぶれ補正がいいっていうね、ここがほんまに純正じゃないのにめっちゃピターってね、あの 60-600mm、600mm 側でも手ぶれ補正は効くし、ほんでね 50mmF1.4 とかもね、まあどっちのレンズにもまあリニアモーターっていうものが入っておりまして、 HSL やったっけな。なんかまあちょっとね新設計のねオートフォーカスを駆動させるねあのリニアモーターが入ってるんで、それがめっちゃ優秀やと思う。めっちゃスッてあってねずっとこう追いかけてくれるので、ここ最近出てるねシグマはほんまにねめちゃくちゃねどんどんもう革新的なレンズが出てきてるのでね、おすすめできます。ほんまに心からおすすめできる。なのでぜひね皆さんもぜひほんまにね触りに行ってみてください。ということでもう本当に終わるので終わりまーす。はい、ということで本日はなんか最近のね新製品たちをね話してみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあほんまにねもういいレンズ、いいボディがねいっぱい出てきてます。今回のね動画ではそんなにめちゃくちゃ詳しくは話せなかったんですけども、まあなんか触りだけ特徴だけはねお伝えできたので、こっからね皆さんこうそれぞれ触ってみて自分にどんなものが合うか試しに行ってみてください。ユートビはまあキャノンはとりあえずね R5 Mark II が出るのをね待ちます。今ちょうどねあの R5 のさキャッシュバックキャンペーンやってるんで、あれが終わるぐらいにさ出れへんかなと思ってるんやけど、どうでしょうか皆さん。頼むでほんま、ほんまにもうすぐの辛抱だとユートビは信じてるので、これからもユートビはキャノンさんを応援し続けようと思っております。まあもちろんあのメーカーにこだわりほんまにないんで、ソニーさん、ニコンさん、シグマさん、まあ富士フイルムもちょっと触ってみたいけどもね、ちょっとまあお金を貯めないとなっていう感じですね。全メーカーを愛し全メーカーに囲まれ、今後もねあのいろんなこう中立的なレビューをねお届けしていければなと思っておりますので、ぜひ皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ということでもう喋ることないので帰ってまーす。皆さんぜひチャンネル登録ないともよろしくお願いいたします。ポチッとだけ押していただけますと幸いです。15万人目指せ、15万人。さよなら、バイバーイ。